黄色リールに小池バックで吸い込んだよ。おはようございます、釣りコー TV でーす。2300円で買った中国の怪しいリール。で、セブで買えるんですけども2300円ですよ。これバス釣りで使ってみます。今年やっと買えた小池17mm。 いやー、 13mm はねどうにか買えたけど、俺この 17mm って持ってなくて、かっけー 17mm をね、タリンズマンのこれは30番のフックでつけていってみます。こんな感じでね、フリーリグで使ってますよ。じゃあやってみます。はい、というわけでね、金色のリール、中華のね怪しい通販サイトで買った激安のリールなんですけども、これにフロロカーボンの16ポンドを入れて、夏に変えた小池の 17mm、 初めてね小池 17mm って買うことができたんですけども、ちょっともう秋っぽい空気感かなということで、 7g のタングステンシンカーつけたねフリーリグで試してみております。中層ねうろうろしているバスに向けて 7g で沈め込んで、そういうアプローチです。この流れどうすかね。入れてます。黄色リール活躍してくれましたよ。いきなり17mm ねえ、イエーイ。使いやすいよ、2300円なのに。やったー。これねフリーリグにして中層ふわふわやってたら食いました。はい、小池黄色リールと元気な秋葉福くんいただきました。イエーイ、やったね。イエーイ。お、小池17mm 初めて釣ったかも。すげえな。あきさん、お疲れ様です。お疲れ様です。これ小池さんだ。オフセットで使える小池っていうことで。そうです。そうです。うわあ。中層ふわふわしてるだけですぐ釣れた。じゃあ引き続き頑張ってやってみます。はい、というわけでね、幸先よく釣れてくれたんですけども、この金色のリールね、軽くって壊れそうなんてね、通称ついておりますけども、非常にね、マグネットブレーキで重度のバックラッシュが起きづらいので、このピッチングからオーバーヘッドキャストまでね、好きな投げ方でそんなに重度のバックラッシュが起こらず、投げやすいっていうね、そういう使い心地なんですよね。遠心ブレーキとかだと、ちょっとしたミスでドバーって糸がね、いっぱい出てきたりすることがあるんですけども、自分の場合は。このね、金色のリールはね、スパーってね、上投げでよく飛んでいくし、で、ピッチングもね、スーッと入れたいとこにね、静かにね、プレゼンテーションできるんで、2300円でね、これはありだな。まあ、ちょっとね、気づいた、これはっていうね弱点みたいなのもあるんで、この後ね説明していきたいと思うんですけども、まあちょっと太めの糸を入れて、で 10g 以上とかそれぐらいのねルアーをキャストしていくのは非常に使いやすいなっていうね、そういう印象で使っております。ギア比はね7ぐらいあるので、こういうまあ
ト気味のアクションっていうんですかね、自分こういうちょん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 やりながら巻いてくるときに非常にね、使いやすい巻き心地で、まあこの金色ボディですからね、使ってるとだいぶね、気持ちが上がるんですよね。このダサかっこいい感じっていうか、今ね沖でちょっと魚が追ってたんで、で今結構ねあれ透明なんですけども、スーってね、入れることができるので、飛距離の方はね普段使いのバス釣りでは自分はもう申し分なくというね、これだけ飛んでくれればいいやっていう感じでね、普段はあの P ラインの4号とかを巻いて、それでねプラグの釣りで使っていたんですけども、この日はねあのフロロカーボンのね16ポンドに入れ替えてワームの釣りで試してみようということで、でこれ釣り竿の方がねロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドっていう竿ですね、7フィート超えの竿でね、でこのぐらいの重さのタックルをスコーンとね遠くに入れて、で軽いんで竿自体がこう一日中ねフリフリしていてもね体が疲れないっていうことでね、普段ね頭のカメラで撮影しておりますが、今日ねこの日はこういう定点カメラでねいろいろ撮りながら自分がどういう感じでアクションしてるのかなってね改めて見返せるので、まあちょっとね一匹釣れたところがこの今立ってるところより上流側なんで、下流側から上流側に入れて小池17ミリをちょんちょんやりながら流れに馴染ませながらね、巻いてくるってそういう攻め方とかしておりますね。普段だとね釣れるときめっちゃ釣れるポイントなんですけど、この日はね非常に当たりが少なくてですね、でなんかトップレンジで食ってるのもたまにね小バスがパシャってね追いかけてるのも見えるんですけども、どうにもねちょっと当たりがあんまり出せなくて、それでまあ引き続きね小池で、あ今これピッチングで投げたんですけども、このブレーキ設定変えずに、まあブレーキ設定3でキャスコンがこうなんていうんですか、あのゼロポジションっていうんですかね、そういう調整でやってたらこうフリッピングからオーバーヘッドからそんなにブレーキ調整しないでね好きな、キャストフォームで投げれるんで、そこら辺も使いやすくやっております。ちょっと糸浮いたな。今ブレーキ設定3でこれねシンカーは7グラムで小池の17、そんな軽くないセッティングですよね。キャスコンをちょっといじればいいかな。いやすげえね飛んでいい感じよ。あれこれすげえ飛ぶなぁ。14ポンドとかの方が良かったかなぁ。で、先ほどちょっと喋っていたですね、これのリールの弱点みたいなところですね。これ今ね、2点ぐらい感じるところがあって、まずね、一つ目はまあさすが2300円のリールなんで、スプールとボディの間にやっぱ若干隙間があるんですよ。でね、16ポンドのフロロカーボンラインでもその隙間に入っていっちゃうことがあったんですね。これはねコメント欄にも書いてあったんですけども、その隙間に入りますよって糸がそのスプールエッジとボディの間に入り込んでいっちゃうっていうね、そんなことないんだけどなーって思ったんだけど、その時使っていたのは PE ラインの8本寄りの4号とかね、結構太めの PE ラインだったんですよ。その P ラインではさすがにそこの隙間に糸がみしていくことはないんですけども、このね16ポンドで隙間に入っちゃって、で動画は残ってないんですけど、あれーとか思ってね、それで切れてルアー一回飛んでいっちゃったことがあって、まあ普段ねそんななんていうんですかね、
バックラッシュしないから気づかなかったんですけども、ブレーキ設定とか弱めるとさすがにボワッとね、今もバックラッシュしてましたけど、そういうことやって糸がボワボワボワって出ているとね、その隙間にね糸紙してって、でそうするともう一回ボディを開けてスプール出さないと直せないので、でそういう時に部品落としてしまったりね、そういったのすごい怖いので、そっか、糸紙するか、言われてた通りだな、なんていうのはね、感じました。それとですね、普段このリール結構海でビッグベイト投げたりするのに使っているんですけども、で海で使うから最後に水で洗うんですよね。そのベアリングとかサビサビになっちゃうと嫌だなっていうことで、まあ塩抜きっていうことでね、上からジャーってねシャワーかけたりしてね、結構念入りに水をかけていたら、だっていうかアンチリバースのところにね水が入り込んでしまったのか、ちょっとね逆回転たまにするようになっちゃいましたね。最初送られてきて普通に開けて使ってる時は全然大丈夫だったんですけど、5回ぐらいかな、海で使って水でビャーって洗って、でその次ね、まあ陰干しある程度して使ったら、あれこれ水回っちゃったかなっていう感じでね、なんかたまにあるポイントで逆回転するっていうね、そういう現象を感じることがね出てきて、だからその今のところ糸紙たまに油断するとするよっていうところと、であんまり水かけると逆回転始まるよっていうね、ここら辺はやっぱそのスプールエッジの精度が甘いっていうのもあって、水をかけた時にそこからボディ内部に、水がどんどん入っていってんだろうな、それによって回っちゃいけないところに水が回って、そういうことになってるんだろうなっていう印象があるんで、まあ2300円なんでね、追加でねまた買いたいなって、色違いのこれとかもあるんで、ちょっとね使い心地は悪くないんで買いたいなと思うんですけども、ブラックバス用と海用で、まあ安いから分けようかな、なんていう風にね、考えたりしました。そして引き続き今度ルアーの方なんですけども、小池の17ミリ、ね、初めて買ってもう大流行りで、なかなか釣り具屋さんで買えなかったんで、で、13ミリをね、最近使っていて買えたので、で、13ミリはやっぱりこういうベイトで投げるのには結構軽いなって感じていたんですけども、17ミリ。ほんとね、この関東のフィールドで使いやすいなって感じまして。で、小池、フルキャストね、お正月とかに買って、で、使っていたんですけども、やっぱりすごいボリューム感があるので、結構ね、釣れるとき釣れないときっていうのが、食っては来るんだけど、なかなか張りがかりさせられないっていうのにね、もどかしいなーって、もっと大きなバスねいっぱいいるとこだったら全部かかりそうなのにな、なんて感じて使っていて、で13ミリだとなんかちょっと透明に入れたいなっていう時とか、微妙に飛距離がねショートしちゃったりして、あーやっぱり17ミリってすごいんだなって感じました。で1匹目釣れたバスが結構小粒なサイズだったんですけども、フルキャストだったらちょっと張りがかりさせられなかったかなっていう感じのバスがしっかりかかってくれて、でその後ですね、この後大きなサイズも釣れるんですけども、17ミリの微妙にこれ7グラムのシンカーもつけてますけど、投げやすさと、あとはその中層で魚をなんだろう誘い続ける、あの毛がいっぱいついていて、ふわ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 ツン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 ね、ボディが誘い続けてくれるこの感じがねすごい使いやすいなってね。でこれピッチングとかね、あとはオーバーヘッドとか、その場所場所によって変えながら投げてるんですけども、17ミリプラス7グラムのフリーリグでね、すごい使いやすいなってね。森県リグってねすごい覚えたいんですけども、自分結構あのフリーリグが好きなんで、なんかこういう中層を攻めるときに、ラフな時はラフにね、この大きな愛でスルスルスルって重りが先行して、後ろからふわふわふわってね、ついていくのとか、今はこれちょっと沈めたりして、でそれにルアーが追従していったなっていうね、そういう誘い方とかをしてるんですけども、常にアクションを入力し続ける感じだと、多分森県リグに近いような
ね、アクションが出てるんじゃないかなって、こうたまに沈めたりした時に重り先行でスーッと入れて、それにふわふわふわってちょっとね、できるだけラインのテンションを緩めてね、そういうのを交互にね、段級をつけて織り交ぜながら誘っておりますが、なかなかね、この日釣れなくて、うん、魚の気配はあるし、たまに表層で小さな魚がベイトをね追ってる姿も見れたんで、まあ、17ミリいけそうなんだけどいけない。こういう時はねもうちょっとベイトフィネスみたいなタックルで13ミリを投げた方がいいのかなとかね、まあでも今日持ってきてないしなとか頭の中で、葛藤しながら釣りを進めております。まあ金色のねリールにこれ16ポンドラインなんですけども、まあラインをまあ12ポンドとかに変えてくればね、もうちょっと違う展開もあったのかもしれないんですけども、まあ秋のこの時期魚の引きがもうめちゃくちゃ強いんで、そういったでかい魚がかかった時にね、引っ張り合いで負けないように、まあ16ポンドっていうね、糸を入れております。でたまにスプールエッジに噛み込んじゃうことがあるよっていう感じで、だからまあ使うルアーによってはね、このリールなんだろう20ポンドとかそういうフロロカーボンライン入れた方がね使いやすいのかななんてね、心の中ではなかなか釣れなくて、セッティングどうしようなんて悩みながら、で最後ですね、あんまりにもねちょっと当たりが出せないんで、一応持ってきたねこのスピニングタックル、これにねノーシンカーのワームをつけて、最後の攻めという感じでね、1匹目釣れた。ああ今ね当たったんだけど乗せられず、ルアーのサイズを下げたからっていう感じでもないんですよね。なんかこれが秋の難しいところで、なんだろう、シーズンのね初めの頃だったら魚もあんまり釣れていないんで、もうこれやったら入れ食いになるんですけども、魚もだいぶねルアーを見切るようになっていて、また当たったけどダメだーってなって、で最後ね小池の17ミリに戻します。ここからね最後の勝負始めますんで、どうぞご覧ください。ドラグも出すよ。これいって。ああ。ああ、来た。よっしゃ。よーし。黄色リール。でかいの来た。イエーイ。いいね。小池17ミリバックリ、イエーイ、黄色リールに、あーでかいの来た、いやー嬉しいね、小池バックリ吸い込んだよ、これいいサイズじゃない。ドラグもね出てね、チリ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 、あの微妙にドラグクリック音が出るんですよ。いきますよ、でで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 、イエーイ、黄色リールにこれ45アップぐらいあるんじゃないかな。いやーでかいよ、2300円でねこんだけ飛んで、こんな魚がたまに釣れてくれるんだったら
もうね、絶対ありでしょう。いやー、DB200。イエーイ。小池17もすごいね。結構ね、ちっちゃいルアー入れてもね、食わなかったんですよ。はい、小池17と金色リール。バッツリデビュー戦は、ダダダダダダー。50あるかな、これ。あるね。ギリ。イエーイ。このリールマジいいな。いやー、すげえぞ、これ。嬉しい。すげえね、引いたと思ったら、何気の50アップ飛んで、ルアーは、小池ね。アッキーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。これ、硬そうなやつしか SNS でまだ見たことなかったんで。これ、小池さんだ。オフセットで使える小池っていうことで。そうです。そうです。うわー。これ、どうですか、今もう実際使ってるんですか。これ使ってますけど、はい、お魚に寄せる力すごいです。アッキーさんが使うとしたらリグどんな重りで、どんな、ね、あのオフセット使えるくせに、はい、あのバッキーで、はい、サイトで、すげーっす。あ、これをあえて真ん中出しで、これちょっと比重があるから、はい、比重で腰移動、はい、それを使って、はい、これはあえて巻き出しにして、来年あとね、もうすぐ、あれ、今年出るんですか。もうすぐ出ます。うわー、またでもこれ買えないやつじゃないですか、これ買えないやつじゃん。頑張ってください。頑張って並んでください。一個触ってみていいですか。どうぞ触ってください。うわ、すげー。あ、ここの真ん中にバッキーの針、どんなサイズで。これループモスキートのこれ10番。これ10です。あ、10ですね。これを、はい、巻き差ししていただき、はい、硬いのでこれで、でちょっとこれ、あのオリジナルの小池ほどこれが張りがないので、ちょっと柔らかめのこれを使って、はい、で根がかり防止していただき、はい、で自然に50。あ、これエラストマーではない。エラストマーではないです。これは普通のワーム素材。あ、じゃあそのまんまで重りつけないで沈め込んだりもできるっていう、はい、そうですね。絶対釣れちゃう感じになってます。色もやばい。これミミズサンプル、ミミズって書いてあって、はい、はい、これね、257番で、257番、ミミズです。アッキーさんが亀山で使ってるんだから、この色買っとけって話。257番でミミズです。この色買っとけですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。他にもなんかすごいのあるんですか。他にですね、これはチェーンワーム。あ、名前だけは勉強してあります。これがですね、チェーンワーム。中にチェーンが入ってます。これ見やすい。中にチェーンが入ってるか、見やすいやつ。ピンクとかあった。はい。わかりました。わかんないかな。この金物が、はい、ネックレスみたいなチェーンが、はい、ずーっとこう全部貫通。全部に入ってるんですか、これ。貫通して入ってる、この中。この中でシルバーにキラキラ輝いてるやつ。それをかわしながら刺せばちぎれない。これをですね、巻いて刺す。はい。巻いて刺すと、こういう感じ。あ、すげえ。あ、そうだな。そうですね。きっとバリバスですもんね。ええ。すいません。こういうセッティングで。ついでにバリバスの CM しちゃいます。いやいやいや、もうここは、いろいろ教えてもらって。チェーンワームはいつぐらいに。これがですね、これすいません、ちょっと分かってないです。生産超難しそうですもんね、作り方。いいですか。はい。わー、なんかキールが骨が入ってるから、やっぱちょっと硬いです。普通の見たことない動きですね、これ。ちょっと硬めです。すげえ。ね、ちょっと短い。はい。お疲れ様です。
すごい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 。お疲れ様でーす。これがチェーンワームですね。これがチェーンワーム。ここにあのブレードつけて薪で使ってる人の針、はい、この薪にあの後付けで使えるブレードをつけていただいて、はい、巻くっていうのが針です。チェーンワーム。そのうち発売。はい。ちょっとでもそんな遠くないと思うんですけど。はい、もうここまで完成してるから。すいません。はい。ちょっとわかりません。ありがとうございます。はい。お池サンダー見れたの。お池サンダーさんとこんな形になってるんだな。あとはない。13お世話になってます。17でした。うわあ。もうお池いっぱい作ってほしいです。言っときます。お願いします。吉田君に言ってください。吉田さんに言ってください。お願いします。アッキーさん、ありがとうございました。すいません。よろしくお願いします。すいません。いただきます。